皆さんこんにちは。明治チョコレートスクール略してチョコスク学級委員長の佐藤ノアです。はい、担任のジャガモンド斉藤です。はい、転校生のスマーマンです。イエーイ。本日もよろしくお願いいたします。で、元気出してよ。なんか何ですか。元気ですよ。元気、はい、ほんまに。そうですよ、今回も調理実習できるわけですから、はい、一番転校生が元気なのなんか変なところに転校してきたものかもしれんちょっとはい、チョコスクはお家で簡単に作れる手作りスイーツを紹介する調理実習の授業となります。とっても簡単にできるレシピを毎回ね、素敵なゲスト転校生私と一緒におしゃべりをしながら楽しく作っていきたいと思います。テストで、まあ、いい点を取ったご褒美とか部活で頑張ったご褒美 SNS にねアップするため、もう何でもいいんですけどね、まあ、お菓子作りを楽しむためなどなど、うん、みんなも美味しいミニチョコ作りを一緒に楽しんでください。おー、いいです。素晴らしい。何点ですか。いや、もう100点以上ですよこれは。じゃあ次、次期学級委員長いける。ありえますね。ビビっといてください。ちょっとやばい、やばいよ、やばいよ今日は佐藤さん何を作るんですか。はい、本日作るのはチョコフロマージュです。おー、フロマージュ、おしゃれ名前、いいでしょう。チョコはね、馴染み深いと思いますけど、どうですか、フロマージュって聞いて佐藤さんどうですか。フランス語でチーズのことらしいです。はい、こういう意味なんですね。はい、まあじゃあチョコチーズですね。そう言わないあの、わざわざおしゃれに言ってんのよ。みんなチョコチーズで今やっと分かってると思うから。あ、本当に。そうそうそう。まあ、でもチョコフロマージュです。はいはい、チョコフロマージュがおしゃれだもん。確かに確かに。そう、チョコフロマージュです。これから作るのは。チョコフロマージュを、はい、作ります。やっていきましょう。はい。明治チョコレートスクール。さあ、ということでまずはステップ1でございます。こちらにありますチーズを食べやすい大きさに切っていただきまして、厚みのあるものには爪楊枝を刺していただきます。はい。お、ちょっと硬いな。そうね、固めですか、チーズね。いいテクスチャーです、うん、チーズとチョコってあんま食べたことないから。チーズはお好きですか。チーズ大好きです、うん、チーズとチョコでも合わないわけなくない。え、想像つかんないけど。嘘、佐藤さんよくやります、チーズとチョコは。いや、やったことないけど絶対なんか口の中でシミュレーションしたらなんか大丈夫そう。あ、いい感じだった、うん、結構いい感じ、うん、結構いい感じだった。じゃあもう美味しい、確実に。いや、美味しいですね、間違いない。はい、まあ、じゃあ楽しみですね。親和性高くない、割と。え、大丈夫だと思うんだけど。 どんな、まあ、チーズの種類にもね、うん、確かに確かに。からいろんなね、チーズ用意してますよ今回は。おー、ね、いろいろ。なんかカマンベールとか、うん、ゴーダとか、うん、なんかすごいいろいろありますよ。ゴーダね、さっき覚えたやつ。そう、さっき覚えたえ、ゴーダとか言った名前だと思います、ね、うん、人の名前かと思った。二人は普段ね、プライベートでも会うって話してましたけど、はい、どんな印象ですか。え、ちょ、急に照れるやん。なんかね、今更感がすごい。そうなの、言ったことないんじゃないですか、改めて。ソアちゃんはこういう人でみたいな。ラブ&ピースだと思います。ラブ&ピース。はい、ほうほうほう。なんかすごい平和。確かに人類愛のね、話も前回ありましたし、そうそうそう、うん、争い事の渦中に絶対いない人っていう。あ、揉め事とかいろいろあった時にいない、はい、いや、なんかあったとしてもいないかなって思う、はい、そう、確かに確かに、うん、逆にソワちゃん、ちょっとここは直してほしいなとかないですか。え、マジ待って待って待って、ない可能性もあります。一旦ここの準備するわ。ちょっと待って、結構ナイブやからさごめんなさい。そうそうそう、一旦ちょっと準備する。いや、ないかもしんないっすか。そうやな、いや、ないやんな、さすがに。うん、だってこんだけ仲いいなら。そうよ、結構散歩とかしたり、一つだけ、一つだけ。マジ、なんかインスタに結構すごいおしゃれになんかカバンをよく載せてるんですよ。ほうほう、いいじゃないですか。私と会う時10回中1回ぐらいしかカバン持ってるの見たことないえ、手ぶらに会いに来てるってことですか、それ以外。いや、本当に、うん、え、いつも持ってないじゃんみたいな。直してほしいところってか、あの、違和感。違和感か、はい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 、違和感を感じて。こいつこんなことやってないのに、ちょっといい感じに見せてる。自分をよく見せようとしてんじゃないの。いや、そこまでは言ってない。言ってないです、でも多分その通りですねそれはその通り。いや、そうなんですよ、なんか、いや、これも、いや、もうほんまにその通りなんですけど、うち基本手ぶらが多いんですよ。もう全部ポケットに財布、携帯、イヤホンとかしか入れなくて。え、すっごい荷物少ない。え、でも本当すごいと思う。マジで最低限なんですけど、うん、でもなんか一回うち財布と家の鍵を落としてしまったことがあって、うん、それ以来もうカバンを絶対持ち歩こうって決めてたんですよ、うんうん、だからやっぱこうちゃんとね SNS にもカバン持ってるよみたいな。でもやっぱりな、手ぶらめっちゃ楽じゃないですか。楽です。そう、そうなんだよね。
そうそうそう、しかもこうやっぱノアちゃんと会う時って気軽に結構会うから、よりもなんかラフでいいかなと思って。まあ、だって砂場で遊ぶぐらいですもんね。そうそう、逆にこれもラフっていうことでもうラブなんよ。わかる？え？ラブなんよ。すごい。そう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 、ラブラブラブ、愛愛愛、ラブ&ピース、そういうこと。え、逆にじゃあ曽和さんからして佐藤さんどういう印象ですか？でもほんまに初めてのあちゃんに会った時はちょっと怖い人なんかなって最初思った。なんでなんでなんやろ、結構 SNS とかでもちょっと尖った発信とか、確かにちょっとサバサバしてる一面ありますもんね。そうだからちょっとなんか怖い人かなと思ったけど、全然違った。うん、なんかノアちゃんこそほんまに大事な人をめちゃめちゃ大事にするし、ノアちゃんも超愛にあふれてる。ありがとうございます。めっちゃいい動画やなこれ。急にそう嬉しいし、急にさ、私チーズ切りながら褒められてさこんな場所で褒められるとは思わなかったですね。はい、びっくりです。嬉しいですね、でもそんなこと言ってもらえたら。嬉しいですよ。しかもほんまにもう男前、めちゃめちゃ。あ、本当ですか？気がついたらお会計も済んでるし、タクシー代とかもすべてうちに一銭も払わせたことがない。ほんまにノアちゃんの誕生日ぐらいしかうちはノアちゃんに対してお金を払ったことがない。佐藤さん、そうなんですか？いや、全然そんなことないですよ。もうずっと3年ぐらい、いや後輩にはお金払わせないよって。かっこ、え、先輩芸人じゃないですか。すごい。だからうちも手ぶらっていうかさ、基本手ぶらで行くから、もう財布も家置いとこうかなって。そう、それで手ぶらっていうのもあるんだ。甘えちゃってね。もういいかなって思うぐらい、もうほんまうちに絶対お金を出させて。佐藤さん、やっぱそのこだわりあります？後輩に一銭も出させないよと。あります。かっこよ。いや、マジでかっこいい。かっこいいね。なんか私が上京したばっかりの時に、はい、先輩たちがすごいご飯に連れてってくれてて、なんかそれを今流してるとか、別に私のお金じゃないんですよ。なんか流れて自分が奢ってもらった分を後輩に返そうってことですよね。あ、そうです。完全に先輩の盾と下の流れと同じですよこれは。マジでかっけえですよ。私はそんなこんなでチーズをあの串に刺してください。かわいい爪楊枝、カラフルな、そうカラフルな爪楊枝を使う。もういいんじゃない、こんな感じで。自分で切り出すことありますか？もういいんじゃない。ディレクター無視するじゃないですか。こんな感じでね、はい、結構いいサイズに切れてます、うん、ありがとうございます、はい、さあステップ2ということでございまして、明治ミルクチョコレートを細かく刻み湯煎で溶かしてください。あ、このね、明治のミルクチョコレートを使いたいと思います。はい、これを、斜めにこう切っていくんですよ。あ、知ってるんですかそういうテクニック？もちろん、知ってますよ。5分前に習得した情報。さっき聞いた。すぐアウトプットしますね。そうそうそう、自分のことのように。偉い偉い偉い。インプットアウトプット早いのはいいことですよ。そうですよ。よし。緊張してます？ちょっと。あ、でも切るだけやから。確かにね。そうですよね。じゃあ行きます。はい。おう。あ、強い。結構豪快だね。強めに細かくしあんでいいから、うんうん、あ、そうなんですね。どうせ溶けるから、うん、それ言っちゃうともう何も意味なくなじゃあ丸ごと入れりゃいいみたいな。確かにそういうことで刻む方がね、なので溶けやすくするためにね、溶けやすいの、うん、段階だから全然いいと思います。そうそうそう、フォローさせないでください。転校生やから。そうですね、転校生だからいいね。優しくして優しく、ゆっくりゆっくり。あ、でも早くない？早い、テンポがすごい。さあ、先ほど刻んだチョコレートを湯煎で溶かしてください。はい、頑張れ。頑張るわ。そんな多いいる？ありがとう。大変作業、うん、大変。はい、いや、1回目の時はさ、めっちゃガッチャンガッチャン。確かにすごかったからね。もうでも学んでるから素晴らしい。今安定してますね。お、いいねいいね、いい感じいい感じ。でもなんか懐かしい、こういうの混ぜてたら学生の時のバレンタインの時とかめっちゃ思い出す。で、バレンタインの時はさ、うん、何作ったの？チョコ溶かして、うん、肩に入れて冷蔵庫で冷やして、うん、あるわ。あったわ。形だけ変わるっていう。友達からさ、もらったやつなんかそれあったわ。あった、そうそうそう、めちゃめちゃ簡単。ここまでこだわらずみたいなね。そう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 、うん、それが一番もう無難で美味しいよ。絶対的に、まあね。それでは先ほど湯煎したチョコレートでチーズをコーティングしてください。はい。わ、これちょっとお好きなものを。イエーイ、楽しいよね。ちょっとたっぷりつけちゃいますね。たっぷりのパターンもあるしね、ちょこっととかね。あ、たっぷり。そうさ、はい、学生時代変わらずみたいな話でしたけど、うんうんうん、なんか当時思い出してこれやっときゃよかったなとか、はい、これ後悔してんなとかであればね、見てる学生さんとか、確かに確かに聞きたいんじゃない、みんな。一個だけあるんですよ。何何、はい、いや、うち生徒会長やればよかったなと思って。結構大変じゃない？すごいじゃん。いや、生徒会長ってだって学園で一人しかできないんですよ。確かに、まあ、そうですね、冷静に、うん、めっちゃおもろいやん。で、選挙出なきゃいけないんじゃないで
そのなんか書いたんですよ紙に、うん、出るみたいな、うん、書いたんですか。書いたら先生に呼び出したよね。えなんかふざけてると思われてまあふざけてたんやけどふざけてたんじゃしょうがない、まあ、合ってるんやけど、うん、その本当にやりたいのみたいな、うん、やりたいやりたいやりたいみたいな、うん、でもふざけてるでしょって言われて、うん、それはふざけてるバレてたバレてたちゃんとバレてね、うん、でなんか出れよかった却下されちゃったでもさ、今は本気でやったらよかったと思った。思う、うん、ってことはやっぱその時もやっぱなんかやりたいってちょっと思ってたんだ。いや、やりたかったやりたかった。先生がさふざけてるでしょって言われたからさ、なんかそういう感じになる。言わざるを得ないというかね、うん、まあでもほんまにでもふざけてはいたんやけどでもほんまにふざけて、なんかやっぱさ生徒会長ってやっぱ楽しい人の方がおもろいやん、集会とか。あ、確かに確かに。だから、まあ、真面目な人の挨拶とかよりも、ね、ガチッとやられるよりはね。そうそうそう、中学校高校生の時でツイッターのプロフィールにどこどこ高校とか書くの。書くねちょっと生徒会長って書いてみたかった、ね、すごい、ね、肩書きが欲しくてしょうがないですねちょっとおもろいやん確かに、あそこの生徒会長なんだみたいな。そう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 、すげーみたいな。でもなんかそのプロフィール欄にみんな高校の名前とか書くけど、生徒会長って書いてる人見たことない。生徒会長になったら多分いろいろこう変えれたりするかもしれないじゃないですか。そうだね、確かに確かに。校則をさ変えられたりとかはあるかもしれない。何をありに したいとかあります？とりあえずなんか帰国してもいいようにはしてほしい。ダメだろそれはなんかそれはダメよ。それは全然ダメよ。遅刻 OK にする。オッケーでダメよ。うちが生徒会長やったら全然遅刻してもオッケーにした。すごいじゃん。成績に反映されないみたいな。そうそう、絶対されないし、授業遅れても5回ぐらいは大丈夫みたいな、うん、すごいじゃん。全然セーフセーフみたいなのをちょっとあったらよかったなって思う、それやっぱせあの曽和さん自身がやっぱもっと遅刻したかったなっていうのもあるうん、でしょうね。うん、欲望詰まってんのよ。なんかさ、あとちょっとやのにめっちゃ厳しいやん。あ、確かにね。1分とかでさ、はいはいはい、めちゃめちゃなんか反省文みたいなの書かされるやんか、うんうん、あ、そんな厳しかったんですね。めっちゃ厳しかったんですよ、高校が。まあ、遅刻するうちが悪いんやけど。ですね。そうなんですよねそうなんですよ、何も言えやん。さあ、コーティングが終わったところで、今度は細かく刻んだナッツやドライフルーツをトッピングしていただきます。やるぞ、うん、いやこれが楽しいような、コーティングが、うん、結局ね、そういうところなんですよ。デコレーションカラフルですからね。ね、かわいい。どうぞどうぞ選んでください、お好きなの。もういいの、うん、まあ、彼女もやってますけどね。間違えたのしれっとやってますから。まやかし、まやかし、まやかしは事実ですよ。今やった、今やった確率にやってるんですから。先生はなんか戻ったらやりたいことないんですか？生徒会長になったりとかして。そう、あ、やばいやばいやばい。もっと暴れたかったなってのありますね。なんかおとなしく生きていたんですか？いや、途中までは暴れてたんですよ、はい、あの放送室ジャックとかしたことあった。やばいやばいやばい。あの試験、中間試験中に、うん、あの職員室から鍵を仲間と盗んで、え、放送室入って、楽しそう。で音楽かけて、え、試験中にで内側から鍵閉めてベランダから逃走するみたいな。やばいやつやん。やばいやつやん。なんか弾いてますね、僕の。何の？じゃなくて、ね、エピソードがもう超えてきてるの。本当？え、何の音楽かけてたんですか？ね、寝る時に数える羊が1匹、羊が2匹あるじゃないですか。うん、あの音源を CD に焼いて。マジふざけてるやん。てか CD に焼いてまでやるその力、はい、最高。いや楽しかったですね。絶対楽しい。でもそれ以上暴れるってもう何するんですか？何をするの？犯罪になっちゃう。そう、ね、そう確かにね、犯罪はして、うん、もちろんしてなかったですけど、うん、よかったです。怪しいな。だ逆にもっとこう勉強しとけばよかったと思うんだけどね。それはね、みんな言いますよね。うん、さあ、じゃあデコそろそろいい感じですかね。はい、はい、いい感じできたかな。できた、できました。じゃあこれを冷蔵庫に冷やすということでございますね。はい、はい、チョコスク、はい、完成です。イエーイ、じゃーん、できた。かわいいね、やっぱね、キラキラしててみんなね。うん、みんなね、かわいい。こだわりとか何かあります？ポイント、佐藤さん。横に刺した。横に刺した、はい怖いですよね。それだけチョコいっぱいつけられるかな、みたいな。ああ、そういうこういっぱいつけました。チョコをいっぱいというのを工夫したってことですね。そうそうそう、はい、横に刺した。佐藤さんどうですか？ないです。なあ、早っ。でもなんかさ、これとかめっちゃなんか綺麗だよ。なんか下にキラキラしてて、うん、上にね、綺麗綺麗、いい感じに結構おしゃれにうん、なんかケーキ屋さんみたいなやつある。確かにケーキ、ね、うん、これとかもさ、なんかおしゃれじゃん。そういう持ってるんやろうな。適当にやったつもりが、あれないって言ってたくせに。すごい急に調子に乗るじゃん。すぐ調子乗るんで、よろしくお願いします。いい、ありがとうございます。すごいわ。いただきま す。でかすぎる。どうぞ先に。
どうですか。おいしい。おいしい。それこそ酸味がちょっと効いてるからチョコレートの味が最初にガンってきて、はいはい、その後バッてチーズが来るみたいな。あ、後で追っかけてくる感じ。追っかけチーズです。追っかけチーズ出ました。追っかけチーズめっちゃ美味しい。追っかけチーズです。追っかけチーズです。でうちはこのオレンジのやついただいたんですけど、はい、でまずチーズがもう美味しいわ。そもそもね、そもそもすごい美味しいし、それにチョコレートでもすごい相性がいいからなんか意外な発見やった。家でできるなって簡単にやりやすいなと思いました。切ってね、だってチョコレートをくぐるだけやから、やりやすいと、作りやすいってことですね、はい、すいません先生も。いやいや全然大丈夫。いいですか、いきますね、はい、あ、柔らかい。あ、うまい。これ柔らかくて、チョコとこう絡み合う感じ、あ、だから結構チーズの種類によってなんか味が違うんだね。確かに、飽きらんなこれ。いろんなチーズ買ってみてなんか試してみるのもいいかもしれないです。ね、です、はい、はい。さあ、チョコフローマージュいただきましたが、食べてみて佐藤さんいかがでしたか。なんかこれって言ったらあれかもしれないんですけど、はい、まあ、どうせまた次の回の時にも同じこと言うかもしれないんですけど、ちょっと過去一美味しかったです。おー、マジマジマジ。更新、更新更新。なんか前食べた時はいやこれが一番美味しいと思ってたんですけど、なんか今回食べてチョコフローマージュマジ揚げでした。おー、素晴らしいですね。普通にもう今日家帰ってやりたいぐらい。あ、もうすぐやりたいぐらい、うん、大好き大好き。ソワさんいかがでした。ソワさんも過去一美味しかったです。どの過去2回目なの。2回目。いろんなチョコ食べてきた。つまみ食いやしな。しかもね、さっきの食べた時も美味しい、めっちゃ美味しい。いや美味しい。てかなんかチョコってここまでなんかいろんなものに合うんやなっていう可能性を知れてすごい嬉しいっていうか、バリエーション半端ない、ね、なんかチョコフォンデュとかやった時に基本なんかさ甘いもんとかスイーツばっかりとかやってくる、そこにあチーズいけんねやっていうのが。本当にチョコフォンデュやる人にチーズやってほしい、おすすめしたい、確かに、マストで入れてほしいぐらい美味しかった、すごい相性抜群でした。はい、はい、チョコスクでは、手軽に作れる美味しいミニチョコスイーツを紹介しています。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。真似してね。明治チョコレートスクール。はい、皆さんこんにちは。ミーチョコアンバサダーの佐藤ノアです。このコーナーではみんなでチョコレートの原料であるカカオのことや、明治がカカオ農家の皆さんに行っている明治カカオサポートという支援事業について紹介していきたいと思います。そして最後に小テストをやります。小テストに正解した5名様に抽選でチョコスクのオリジナルジャージをプレゼントします。しっかり勉強していってね。今日紹介するのは明治カカオサポートガーナ共和国編についてです。明治ではチョコレートの原料カカオ豆の持続可能な生産のために独自の取り組みを行っています。さらに世界カカオ財団を通じた活動も行っています。今日紹介するのはガーナ共和国で明治が行っている活動についてです。美味しいチョコレートを作るには高品質のカカオ豆が欠かせません。その代表がガーナ産のカカオ豆で、明治では高品質のカカオ豆を安定的に手に入れるために生産地域の協力を得ながら、これまではできなかった地域指定購入を始めました。そして一定金額を上乗せして購入することで、その地域の支援を行う仕組みを世界規模の NPO であるソーストラストと共同で作り上げました。現在は農家の収入が増えるよう収穫量を増やしていくための支援活動に力を入れています。また明治社員が現地を定期的に訪問して双方の顔が見える形での支援を行うとともに交流も深めています。さてここで問題です。明治は生産地域の協力を得ながら、これまではできなかった指定購入を始めましたに入る言葉は何でしょうか。答えが分かった人はツイッターでハッシュタグ教えて佐藤ノア先生をつけて答えを投稿してください。正解した5名様に抽選でチョコスクのオリジナルジャージをプレゼントします。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。またね。本日作るのはアイスチョコバナナドリンクです。おお、次はドリンクですね。そう、佐藤さんチョコレートを刻んでください。はい、本日使うのは明治ミルクチョコレートです。